誰もいねえな。助けてー。おーい、お前たちか。何の用だ。私たちプレートの上へ行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほど、それなら俺も知っている。本当か、教えてくれ。こっちに来い。話だけは聞こう。なんだこの花。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの。コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。
俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。分かった、手を貸そう。いいのか？裏切れば切る。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。助けてあ、てめえ、じゃなかった。あなたは頼む、助けてくれ。助かった。神羅の連中がどかどかやってきたと思ったら、情報リークしただの役立たずだの言われてこのざまさ。それじゃあ甘いよ。準備はいいか？じゃあ降りようか。で、何なんだこの穴？侵入者用の落とし穴だ。あ？生きて戻ったやつはいない。いや、いなかったというべきか。本当に上へ行く方法を教えんだな。あんたらが仕事をしたらな。俺はまだ信用しちゃいねえぞ。少しでも妙な真似しやがったら蜂の巣にはなりたくねえよな。それはモンスターに頼む。手強いやつが多くてな。俺一人じゃさすがにきつい。でも、あんたたちなら楽勝だろ。さっさと済ませよう。
七番街との境界にある大水路に向かう。先に行ってくれ。俺は少し離れてついていく。
ついていける。はあ、どけどけ、ぶっ放す。とっておきだ。下がっている。こんなところかな。の印か。ジェシーがフィックス巻き込んで合鍵仕込んでたやつ。役に立ったよって言えなかった。ティファ、先を急がなきゃね。話し込んでるところ悪いが、その扉の先が目指す水路だ。わかってるよ。安全確保よろしく。はいはい。聞いてもいい？オーディションの時どうして助けてくれたの？アニアンに頼まれたからだ。それだけ？俺はあそこまで捨て身にはなれなかった。え？ほら早く行ってくれ。落ち着いていく。この野郎。
見極めた。じゃあ進むぞ。待て、もうすぐコルネオの隠れ家だ。ここからは俺が先に行く。ここか。ああ、プレートの上へ行く方法は中だ。最後まで付き合えって。悪いね。だがあんたたちには。待て、あいつを追う。え？大事なものなんだ。ここの鍵が入ってる。追うぞ。あそこ曲がったぞ。急いで。集中していく。行くぞ。見せろ。終わりだ。まだだ。行け。引き切り直す。こんなもんよ。覚悟はいいか。こっちだ。その声だ。気負いすぎるな。どうよ。あいつらの根城がどこから飛び出してくるか分からない。油断するな。気は抜けない。集中してこ。気をつけ。やっ、受けて。そっちは任せる。この野郎。すごい。
けっこにかくれんぼかよ。そこ逃げろ、見せろ、貫く。気負いすぎる。落ち着いていけ。派手に散らすな。くよ、こい。このチャンスだよ。じゃあね。よっしゃ。バレット、声大きい。全力で行く。得意分野だ。行けない。まあいい。邪魔だ。頼んだぞ。そうよ。くっ、はい、そっちか。急げ。下がっていろ。当てる。行け。邪魔だ。吐き回して落ち着いていけ。受けてやる。やっ、やっ、決めてく。いらない。そりゃ楽しめそうだ。当てる。いくよ。はい、3秒連携しよう。頼むぞ。こっちもな。追い詰めたぞ。悪いようにはしねえから、おとなしく。ああ、ああ、一つずつ確実に。これだ。そっちは待って。違う。この邪魔見やがれ。死にかけ一つも残さなかった。は
をつく。沈め。集中していく。叩き切る。じゃあ、決めろ。結果だ。挟み込むぞ。了解。逃がすなよ。はい、チュッ。頼んだぞ。返してくれ。それ返してくれ。鍵じゃねえのか。すまない。お前のもんじゃねえよな。身内の形見か。家族はいない。夢を見てたんだよ、私たち。花言葉、うん、私のことは忘れて。半年前、彼女はコルネオの嫁に選ばれた後、そのまま姿を消した。その時突っ返されたんだ。ひどいだろ。結構いい値段したんだけどな。
あなたの目的って復讐だ。今更だってことは分かってる。それでも肩をつけないと俺はどこにも行けないんだ。好きにしろ。俺たちは上に行ければそれでいい。分かってる。そっちは任せてくれ。気に入ったぜ。こっちへ進もう。近道だ。やつは俺にやらせてくれ。ん？頼む。分かった。これで全部だろうな。で、どうするよ。売ったりなんだり結構時間かかるぜ。そうだ、七番街の復興に役立てるならマーレさんに預けようよ。
ここで待っててくれ。あいつ一人で本当に大丈夫かよ。レズリーです。コルネオさんに報告があってきました。ほひ、一人か。はい。ほひ、アバランチの子猫ちゃんたちは捕まえてくるのがお前の仕事だろう。すいません、そのことで報告が。喋りすぎて神羅に睨まれちまったんだよ。プレートがダガガガガーンでもっともっと被害が大きくなるはずだ。あいつらがスラムの奴らを避難させちまいやがって。ここだけの話、神羅はミッドガルを捨てて新しい楽園を作るつもりだ。俺はそこで神聖ウォールマーケットのドンになるはずが。今はお尋ね者を。レズリー、お前には新しい店を任せようと思ってたのによ。残念だよ。さて問題です。俺たちみたいな悪党がこうやってベラベラと真相を喋るのは一体どんな時でしょうか。勝利を確信している時。正解。本当にそうか。ほひ、お前ら七番街の件、詳しく聞かせてもらおうが。てめえふざけてんのか。ほひー、残念。でもふざけてないんだな、これは。それじゃあブスちゃん、あとはよろしく。やろう。まずはこいつを黙らせる。当たる。素早だ。ほら、こいつだ。
くよ。せめてもいや、そこ、
助かったぜ。終わりだ。大丈夫か。コルネオは。すまねえ、逃がしちまった。そうか。また探すさ。どうせ他にやることもない。探すのはコルネオでいいの？え？大事な人なんでしょ？いなくなってから気がつくんだよな。お前はまだ間に合うだろう。花言葉、どういう意味だったんだろうな。再会だよ。え？花言葉は再会。あいつを探すのが先だな。うん、ありがとう。おっと、約束忘れてねえだろうな。分かってる。あった。地上に出よう。上へ行く方法を教える。ああ、思いっきり息ができるぜ。こっちだ。ワイヤーガンだ。打ち出したワイヤーを引っ掛けて上昇することができる。あの壁を越えれば七番街だ。ワイヤーがあれば壁も瓦礫の山も登っていけるはずだ。あくまでも上昇用だ。一度上がると戻れないと思っておいた方がいい。上に行く前にやりたいことは済ませておくんだな。ありがとう。俺たちもな、人を探しに行くんだ。そうか。会えるといいな。あんたもな。行くか。うん。
が少ないな。先に逃げてきた連中は。おや、あんたたち。スラムエンジェルからだ。七番街のために使って、だって。スラムエンジェルって、あのスラムエンジェルかい？あんたたち、会ったのかい？いや、人捨てに受け取った。へえ、スラムエンジェルがね。ありがたいね。大事に使わせてもらうよ。そうだ、これあげるよ。あんたたち使うだろう。クラウド、うん、右腕が銃の男。ん？なんだよ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが探し回ってるのさ。アバランチには今シンラの懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ。やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を5番街で見たっていう情報があってね。花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。なダメ、それはダメ。戻るぞ。整理してたらミュージックディスクがいっぱい出てきたの。よかったら1枚いかが。みんなが聞いてくれると私も嬉しいわ。
クラウドお疲れ。現在停戦中のウーサイと攻防している可能性がある。そんな簡単にはウーサイを返して今回の相手の判断を追求するとしった。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。少し前にコルネオの手下がやってきて、エアリスの家の方へ。本当にこんなとこに現れんのか？右腕が10。おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。かの、なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おう。へ、コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。どけどけ。まだまだ。当てる。集中していく。いらっ。強すぎる。こっち来い。こっちか。まだ。それ。いらっ。これで決める。あんたたちのことは誰にも言わねえから見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。エアリスを頼んだよ。みんな頑張って。子供たちが戻ってきました。ありがとうございます。もっとしっかりしないと子供たちに笑われちゃいますよね。ご利用ですか？
準備はいいか。この壁を越えちまうと簡単には戻ってこれねえぞ。お前、これが終わっても何でもやり続けんだろ。そのつもりだ。合ってると思うぜ。それ、わかる。最初はよ、不愛想、気取りや過剰な自意識、いけつかないやつ堂々一位だったが、さすがに分かってきた。本当のお前は違う。そうそう、本当は優しいよね。子供の頃は気づかなかったけど。そんなものもしあっても戦場では役に立たない。いや、邪魔だ。ま、神羅に優しくする必要はねえけどな。エアリス、待ってるよ。かっこよく乗り込もうぜ。行くぞ。うん。